トップでグランドスタンドに戻ったディフェンディングチャンピオン。観客は大歓声で迎えた。車の調子はどうでしょう。悪くないですね。路面が滑りやすいだけ。山内はスタート直後、ほこりっぽく滑りやすい路面で慎重に周回を重ねる。しかし200台ものマシンがひしめき合う中、次々とトラップが待ち受ける。ペッコーナーで BM トリアが当たった。どれぐらいですか。広いですか。大丈夫ですよ。車は多分乗ってスキー仕掛けました。最終試験のところにオイルがドバッと出てた。危なかった。いやもう緊張しましたよ。まだ始まったばかりだしね。これで車壊しちゃったらどうしようと思って。ほっとしたのもつかの間、最初のルーティーンで再び燃料系のトラブルに見舞われる。修理に時間を要し、大きく順位を落としてしまう。2時間経過時点で満タイレーシング、ポルシェ GT3R とポルシェ GT3R ハイブリッドがワンツー体制を築く。ニュルの王者は早くも盤石の体制を整えた。直後に3台のアウディ R8、LMS が2台の満タイレーシングを追う。 BMW は5年ぶりに2台でワークス復帰。しかし26号車は他車と接触しコースアウト。序盤で大きく出遅れてしまった。ニュルでテストを重ね、今年から市販使用車が生産されるレクサス LFA。 STI のインプレッサは5度目のニュル挑戦。天然ガスが燃料のフォルクスワーゲンシロッコは AT クラスの 1,2,3 を占める。ニュル名物のオペルマンタは今年での引退が決まった。チームワールドカーアワードのドライバーはオーウェンからピーターへ。車の調子はとても良くて、ニュートラルスティアでとても良くて、非常に安定しています。非常に安定しています。レースは5時間が経過。上位陣は耐久レースとは思えない。8分30秒前後でラップを重ねる。速度差の激しい周回遅れを次々にかわし、作戦通りにピット作業を行う。世界一の草レースでありながら、一方ではハイスピードのメーカーバトルが繰り広げられている。1970年の第1回大会から連続出場しているウベライヒ、68歳。しかし近年のハイスピード化を理由に今年限りで引退を表明した。スタートから5時間が経過し、
チームワールドカーアワードは山内が2回目のスティントへ。暗闇のニュールで唯一の頼りとなる補助ライトを装着。この頃170位まで落ちていた順位は130位前後まで回復していた。しかし状況は予断を許さない。ブレーキが効かなくなった。効かないときはメタルが硬くなる。分かった。アクセルオフの時間がなくて展開からすぐ踏むと効かない。バキューム不足ですね。ちょっとアクセルオフの時間を作ってあげると効く。とにかく慎重に手前側で踏んでください。了解です。環境に配慮したマシンが参戦するのもニュル24時間の特徴の一つだ。天然ガスを燃料にしたエンジンでクラストップを走るシロッコ。モータースポーツの方向性の一つがここニュルで提示されている。レースは6時間が経過。サーキットを暗闇が覆い、ニュルが別の顔を見せ始める。